大島車両研修場は、東京都江東区大島にある、都営地下鉄新宿線の車両基地である。また、東京都交通局大島庁舎はこの地上部にあり、新宿線の中枢部としての機能を有している。大島駅から入り区線が通じている。地理的には、東大島駅の真北に位置しており、旧中川に隣接する。1972年に着工し、 1978年6月1日に都営地下鉄では3番目の車両基地として開設、発足した。車両基地は地上1階、地下1階構造ではあるが、地上1階部はシェルター方式を採用しているため、関係者以外は見ることができない。地上部の一部は大島小松川公園となり、災害時には避難場所として利用できるようになっている。当車両基地では、 新宿線車両の列車検査、ガツ検査並びに重要部検査、全般検査、その他車両洗浄、車輪検索などの業務を行っている。車両基地内は地下という環境上から湿気対策のため大型の換気装置を設置している。2000年12月28日には ISO14001 を取得した。この場所は日本科学工業小松川工場の跡地を 東京都が買収したもので、東京都が建設を予定した、亀井戸、大島、小松川地区防災拠点計画と同時に建設された。車両基地建設工事中の1973年、地下鉄用地や市街地再開発用地に、日本化学工業小松川工場から排出されていた有毒物質である六角ロムが埋まっていることが判明し、 その土壌汚染の処理には2000年までの長い年月を要した。2009年4月からは重要部検査、全般検査は、k 応重機規制に委託している。車両基地を挟んだ南側には、車両搬入口があり、新造車両はトレーラーで陸送して、クレーンで地下の車両基地へと搬入する。廃車時においては逆に、搬入口からクレーンで搬出されるか、 京王電鉄の若葉台工場まで改装して解体される。太字は検査線で収容数には含めない。かつては10から000型や10から 300R 型、京王9000系や6000系も留置されていたが、10から000型と10から 300R 型は引退翌日2018年2月12日の10から280回の廃車改装を最後に留置が消滅し、 九線系は2016年9月16日ダイヤ改正により夜間停泊が消滅した。この他に工事重機車両と保線車両が留置されている。また校内での研修車両を入れ替えようとして、トモエ電気工業製の蓄電池機関車が配置されている。ABCDEFGHI 日本鉄道運転協会運転協会誌2002年8月号。 東京都交通局都営新宿線の地下車庫、大島車両研修場の概要ピアニッシも9から12。AB、浸水リスクが高い、鉄道車両基地は多数ある鉄道最前線。東洋経済オンライン。東洋経済新報社。2020年11月1日閲覧。交通局発。大島車両研修場で ISO14001 の認証を取得しました。 東京都交通局、東京都交通局90年市年表ピア日市も439。東京都交通局70年市による。その他の事業、会社概要会社情報、京王重機整備の遠隔。京王重機整備株式会社。2020年11月1日閲覧。車両ギャラリー鉄道車両の整備、保守。京王重機整備株式会社。 2020年11月1日閲覧、新友演電気工業公式サイト掲載の導入事例の記事による、ありがとうございます。